ご視聴ありがとうございます。本日は展示動画です。ワンフェス2022夏展示になります。また悩ましいフィギュアが爆誕してしまいましたよ。S ファイアさんでリゼロのフィギュアになります。で、3体でおなじみですね、エミリア、ラム、レムになります。よかったら見ていってください。はい。で、なんですけど、2体ずついるんですよね。はい。正確にはですね、一つ抜粋しますと、エミリア&幼少期エミリアになります。幼少期のフィギュアっていうのもちょいちょい発売はされてますが、今回はついにセットになっちゃいました。どうなんですかね、こういったフィギュア。また斬新なフィギュアが出たなって思うんですが、ちょっとよくわからない。複雑なフィギュアですよね。でもキャラ推しにしてはもう本当これ夢のようなフィギュアですよね。こんなフィギュアが出せるのも、リゼロのフィギュアは本当売れるからとかもあるんじゃないですかね。もう本当にいろんな衣装を着させられまくってますからね、この3人は。で、今回また新しい表現でのフィギュアが発売されるそうです。はい。で、今回 S ファイアさんにはなるんですが、毎回言ってる、今後も言い続けるかもなんですが、まだフィギュア発売になってないんですよね。第1弾のヒロアカのデクが、2022年、今年ですね、9月一応発売予定となってます。ですので、もうすぐ発売になるはずなんですよね。で、S ファイアさんですね、デコマスとかの彩色も本当素晴らしいので、今回の3人もですね、もう本当期待はしてます。さすがに今年中には S ファイアさん、ついにフィギュア発売になって、そうですね、評価もどんな感じかっていうのは分かってくると思いますので、今回のリゼロフィギュアが予約始まる頃には、さすがにフィギュアは発売になってるんじゃないかと思います。私もデック予約してるので、やっぱりその仕上がりを見て、今回のリゼロフィギュアっていうのは予約どうしようか検討したいなと思ってます。でもよかったら買うと思います。ただ値段ですよね。ヒロアカのデックが8分の1スケールで2万円くらいだったんですよね。で、今回のリゼロはサイズ未定ってなってたんですが、最近の値上げ事情を考えるとどうですかね。で、今回2体セットですからね。3万とかはいきそうですよね。4万は超えてほしくないですよね。で、そんなフィギュアが3体出るわけですからね。いや、集めるのもきついです。そんなわけで、そうですね。彩色原型公開された感じを見て、どれがいいか、絞っていきたいかななんて思ってます。でもめちゃくちゃ良かったら3体とも検討かなって思ってます。そんなわけで、これもまた続報待ちですかね。S ファイアさんって結構これまでも本当いろんなイベントに出展してくれてますので、展示を見る機会っていうのは多いと思ってます。ですので、また彩色も展示されましたら撮って、でそして投稿もしたいと思ってますので、気になる方はですね、ぜひまた見に来てください。はい。ということで以上になります。今回は、またすごいフィギュアが来ました。S ファイアさんでリゼロフィギュア3体の展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。